クラッカーズの起き上がりマスコット。ガイゾンショット。誕生日2月29日なんだね。お隣はファッションリング。1回200円嬉しい。で、珍しい筆玉が欲しいけど、これかな。あっ、びっくりボンのゆらゆらキャンドルも400円。これはね、リトルツインスターズ狙い。どれが出ても可愛いからね。続いてはこちら、食べ過ぎますとか可愛くない。300円、回しやすい、嬉しい。ピンク、ピンク多いな今日。続いては花丸お化け、300円。何なのかな。黄色、かわいい。誰かな。今日もちちさんのクラフトラーズ、もちもちらしい。あ、いる。ポーチコレクション、ハート2。何でしょう。いちごフレーズ2。今日は誰が出るかな。カード欲しいな。1、2、3、4、5。お願い、かぶらないの。ピアノちゃんでもいいよ。目印アクセサリーかわいい。300円。パフェバージョン欲しいな。赤ハロピーチェーンめっちゃ可愛くない。椅子が欲しいかも。いや、でもどれでもいいな。300円だって。陶器でもいいの。ブルーって誰でしょう。ドリンチソーです。今回はこちら、回してきたサンリオのガシャポン、たくさん紹介していきたいと思います。はい、またまた新作いっぱい出てました。の中でまだ第3弾は出てきてないんですが、今回もね1個見つけたので、はい、こちら50周年記念のやつかな。開けていきます。いちごフレンズのとっても可愛いですよね。今日は誰だ。これ第2弾回しましたよね。あ、マイメロちゃん、やったー。ということで新しいキャラクターが出ました。でまさか出てくれると思ってなかったから嬉しい。中の小さなね軸みたいなので固定します。真ん中のところに刺します。うん、かわいい。あ、嬉しい。これでクロミちゃんとも並べられる。やったねー。はい、後ろ姿もかわいい。マイメロちゃん、いちごのリボンがとってもかわいい。ヘンちゃん、女の子2人を上にしましょう。ということで、5人まで揃いました。1回ポモポンプリン被ったけれども、いい感じ、いい感じ。まだまだね、集めていきたいです。
はい、1回500円なのでちょっと勇気はいるんですけど、やっぱり揃ってくると嬉しいな。ということで第2弾はここの3人が揃いました。あとマイスイートピアノとターボー、はい、こちらはまた見つけた時にちょいちょい回していきます。では続いてこちら行きましょう。青いカプセル、あ、クロミちゃんでした。あ、かわいい。戦闘シリーズみたいなやつの、結構深さありますね。え、大きくてこれぐらい、なんか大きさあるとちょっとテンション上がる。やったね、クロミちゃん。はい、今のはお風呂キーチェーンですね。全7種で、風呂桶のイエローのキティちゃん、ピンクのマイメロちゃん、ピンクのクロミちゃんと、お風呂椅子のピンクシナモロール、イエローポムポンプリン、そして手おけのピンクポチャッコ、イエローハニャドンがあります。え、これなんかこれぐらい大きいんだったら他も欲しくなるね。とっても可愛いです。なんか戦闘シリーズとか、なんかサウナシリーズ結構来てるね。続いてはこちら、花丸お化け、もぐもぐしてる、可愛い。はい、花丸お化けはみんなの投票で1位になって、はい、登場した新しいキャラクターになります。花丸お化け、まるまると一緒ということで、花丸、ふかれ丸、ぺろ丸、きょむきょむ丸、そしてねむねむ丸。あ、もぐもぐじゃなくてねむねむらしい。横にして寝させるのね。え、花丸欲しかったけどな、ぺろ丸も欲しかったな。え、どう見てもなんかもぐもぐして、なんかお山座りで食べてるっぽいけど、こうやってねむねむなのね。あ、かわいい。はい、ということでこんなかわいい子もサンリオの仲間入りしています。はい、今年はね、どんな新キャラが生まれるかなと思いつつ、この子のね、新商品もチェックしていきたいと思います。じゃあ横にしておねむ。続いてはこちら、なんか重い。あ、これは何、ゆらゆらするやつかな。起き上がりこぼしですね。はい、起き上がりマスコット、ポチャッコの被り物をしています。ポチャッコの誕生日が2月29日ということで、今月はもしかしたらポチャッコ商品がいくつか出るかもしれないですね。ハローキティ、ハンギョドン、ポチャッコ、ポンポンプリン、バット、バツマルの中で、今回はもうこの色だったらもうこれしかないじゃんだよね。バット、バツマル白黒仲間ね、顔がね。だから、まあまあ、なんかしっくりくるっちゃしっくりくる感じになってます。この部分がちょっと鉄っぽい感じになってて、上はなんか、ソフトラバーな感じ。え、重りを外すと中にメッセージが入ってます、だって。え？隠せるの？あ、あー、こういう感じになってるんだ。指人形みたいに開いてて、メッセージカードがここに入ってるんだけど、ちょっとつかかってるな。え、ちょっとこれ折りたたんで。あ、破けたら嫌。はい、こんな感じのメッセージカードが入っていました。切り取ると3つに分けれるよって感じね。じゃあ私はしまっておこう。しまうときは簡単なんだけどね。中でこう広がるとちょっと取り出しづらい。で、結構これが重いです。なんかね、ほんとダイキャスト製みたいなぐらいの重さがあります。はい。つけると、うん、ゆらゆら、ほんとにいい感じの重さなので、あっちほどは、空夏ほどは横にならず、ほんとに、ゆら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 安定して、揺れてくれる感じ。かわいい。このポチャコの着ぐるみがほんとかわいいです。いいね、いいね。はい、では続いてはこの大きいの。なんか、マイメロちゃんっぽい？なんだ？なんだっけ？はい、こちらは？あ、ヤワモッチサンリオキャラクターズになってます。
ラインナップはハローキティ、タキシードサム、マイメロディー、ポンポンプリン、シナモロールでしたが、今回はマイメロちゃんね。はい。あ、ね。もっちりはしてるけど、なんか、いつか出た、低反発ボールみたいな感じほどはもちもちしてない。あっちの方がなんかやおもち感がありましたね。これは、なんだろう、ソフビの柔らかめな感じ。え、でも可愛いし、結構ボリュームあるので、テンション上がる大きさ。もう可愛いですね。ちょっと寂しそうな感じの子に見えるのは気のせいかしら。うんね。その子の個性だね。かわいいです。下の部分が平らになってるから、こうやって並べてあげる感じかな。はい、ではお隣行きまーす。隣は誰だ？赤いの。お、あ、これは目印マスコットのキラキラっぽくてかわいいなと思ったやつ。キティちゃんでした。おー、傘とかにね、つけやすいような。はい。ちょっとラバーっぽい感じのがついてます。キラキラ可愛くない？このシリーズはいいなと思ったんですよね。いちごだし、可愛い。結構厚めのアクリル。パフェが欲しいなと思ったけれども、普通の方だった。でも、いい感じ。今回のラインナップは、ハローキティ、マイメロディ、ポムポンプリン、ポチャッコ、シナモロール、クノミちゃんの、それぞれ一人バージョンとパフェバージョン。パフェの方がちょっと大きいのかな。どうなんでしょう。これも可愛いですね。本当におすすめ。あー、そっか。このゴムの部分のは取っちゃって、直接ポーチとかにつけてもいいんですね。あ、これはいいかも。あ、こちら行きましょう。ハンギョドンのポーチコレクションです。開く？お、開いた。ポーチコレクション、今回は、おかおか？もしかして。あ、やったー！結構大きい、なんか、ちっちゃいお財布ぐらいな感じ。ちっちゃいっていうか、うん、お財布結構入るね。今回出てきたのは全部入りそう。余裕で入りそう。ほら。マイメロちゃんのテントぐらいの大きさ。はい、ということで。チャックもしっかり。はい、1枚生地ですね。裏地はついてないです。ただ、なんか見た目がもうテンション上がるね。ハンギョドーン。いいね、いいね。はい。では、こちらは？なんかもうマイメロちゃんが見えてるんだけど、これなんだろう。はい、こちらは、スクエアポーチ。あー、はいはいはい。にゃんこ先生と一緒のやつだね、だね。夏目友人帳のにゃんこ先生と一緒のやつのマイメロちゃん。やっぱポーチどうしても回したくなっちゃいますね。あ、かわいい。これはさっきのハンギョドンとはまたちょっと違う素材で柔らかめな感じ。光沢があって。かわいい。裏にこんなに大きいのが、こっちが表か。あるなんて。それこそパフェバージョンでいいですね。これかわいい。こちらも1枚生地の薄めのタイプにはなってますが、いいんじゃないでしょうか。それこそね、ちょこっと、ね、コスメ用品とか入れるのにちょうどいい感じの、意外と大きさあります。15-15くらいかな。です。かわいい。ラインナップ、にゃんこ先生と一緒に、ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、マイメロちゃん、クロミちゃんが一緒にいます。クロミちゃんのね、このたい焼きとかね、シナモロールの柏餅みたいなのも可愛いね。にゃー、キティちゃんは、ね、おしるこかな？で、ポンポンプリンはプリンアラモード。このね、目がハートのもちょっと気になってたけど。はい、どれもとっても可愛いです。
はい、続いてはこちら。なんだろう。布団なし。あ、まんまるのクロミちゃん。クロミちゃんが大変なことに。はい、食べ過ぎましてシリーズ。まあ、狙ってたのはポムポムプリンなんですけれども、ラインナップはクロミちゃん、ハンギョドンシナモロール、ポムポムプリン、タキシードサムで、まさかのここで今回クロミちゃんっていうね。クロミちゃん、食べ過ぎちゃってあんなスリムな体がどこに入ったの？はい。面白いなぁ。かわいいです。なかなかないよね。はい、じゃあ大きいの。あ、ライトかなこれは。これかわいいなと思ったんですよね。イライラキャンドル。ピックリボンのやつ。ラインナップは、マイメロディ、クロミ、リトルツインスターズ、シナモロール、ポンポンプリン、ウィッシュミーメルとなってます。はい、リトルツインスターズ狙いでしたが、こちらも、マイメロちゃん。はい、今回はマイメロちゃんにね、ちょっとね、たくさん縁があった感じ。絶縁シート外すとすぐに明かりがつけられるはず、スイッチを入れます。おー！おー！すごい！灯ってる感ある！で、針金でこう、ね、ちょっと渡してあるんですけれども、ちょこーっとね、揺らすと、こんなゆらゆらして、本当に、火が灯ってる感じしてます。え、これかわいい。しかも、一定の光じゃないんですね。ちょっと、本当に炎の揺らめきみたいな感じで、ピカピカってする。え、これ勝手に、ゆらゆらするのかな？ちょっと置いとこう。なんか手のかすかな動きであれするのかなと思ったらなんかに反応してこう揺れてますよね。このピカってなるタイミングで揺らされてる感じ。ほんのり、面白い。どういう仕組みなんだろう。はい、ではラスト赤いの開けていきます。はい、誰だ。え、すごくない？今回マイメロちゃん率高っ。ちょっとこれはね、ブレたまま欲しかったんだけど。はい。え、でもこのマットな感じ、ちょっとレトロですごくかわいい。え、ほんと。伸びはしないのかな？入るけれども、抜けなくなったら嫌なんだけど。あ、多少はね、動くかな。とりあえず小指につけとこうか。マイメロちゃん！かわいい。赤いマイメロちゃんだよ。なんか久しぶりに見た気がする。はい、ファッションリング3のラインナップは、ポムポムプリン、グデ玉、マイメロディの赤ずきんね。リトルツインスターズのキキとララになります。はい、いいんじゃない？とってもかわいいです。はい、手を離して、しばらく経ってるけど、やっぱりね、勝手にゆらゆらしてるよね。面白い、面白いです。こういうのすごく好きなんだけど。磁石かな？中に磁石っぽいのがあるのかな？それで反発して、揺れるのかな？光は光だけっぽいですもんね。面白い。こういうの大好きです。また見つけたらね。ゲットしてきてみたいと思います。はい。というわけで、今回は、サンリオのガチャガチャ、回してきたのいっぱい紹介してみました。ね、だいたい10個ぐらい見つけられた時に紹介していく予定でいますので、また次回も楽しみにしていてください。はい。新しいの見つけられるよう一生懸命探していきたいと思います。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバイ。